どうも、ボヒケンでーす。さて、今日も、今日はね、定休日明けの1週間の始まりの作業ですね。今日もね、シェビートラックちゃん、1956年シェビートラックちゃんの作業を進めるのと同時進行で、ちょっとね、昨日急遽連絡が入りまして、ちょっとフェンダーに色を入れてもらいたいっていうことで、で持ってこられたのがこちらのフェンダーですね。で、まあ念のため、べっこりへっこんじゃってて、ほいで交換するらしいんですけど、そっちの方のフェンダーを持ってきていただいて、で、まあ中古のパーツ買ったらしいんですね、多分。うん。で、まあ同じやつを買って、たんだけど、ちょっと色が違うやつが届いちゃったと。それで塗ってもらいたいと。まあなので頼んだのがこちらの車の車検証のコピーと、車にカラーナンバーっていうのがあるので、それを調べてきてくださいっていうのを調べてもらったら、カラーナンバー26の U っていうのらしいんですよ。ほんで、まあ車検証と照らし合わせて、まあ昨日ちょっと調べたら、まあ26の U で間違いないみたいで、で、その、カラーの塗料は昨日もう注文しました。おそらく数日で届くと思うんですけど、それで、まあ、オーナー様が言うには、そうですね、こっちの色にしたいっていうんですけど、まあ、こっちのフェンダーね、よいしょ。まあ、見るとわかるんですけど、なんて言ったらいいんですかね。もうね、塗装自体がクリアですよね。最終のクリアがもう死んじゃってるような状態の塗装なんですよ。まあそれはそうですよね。年数が経っていけばこういう風にくすんでくるのは当たり前の話で。で、ただまあ持ってきていただいた方のに、まあやっぱ作業聞くじゃないですか。どういう、普通にペロって塗ればいいですかって、そうだよっていう話で、まあ塗ってもサフ流してね、これを足付けしてサフ流して、サフ流さなくてもいいかな、まあその辺をちょっと見ながらやっていきますけど、ほんで色を塗るっていう感じ。うん。で、なるべくこういう色に近づけてほしいって言われたんですけど、正直できないんですよ。本人にも言ったんですけど、本当に艶消しみたいなのか、ピカピカかじゃないとちょっとできないんですよね、僕は。うん。普通の塗装屋さんできんのかな、こんなくすんだ。まあ、色合いを合わせるっていうのは、まあできるんですけど、なるべく色に近づける。ただその仕上がりをこういう風にくすんだ、クリアをくすんだ状態にしてくれって言われると、ちょっと難しいので、できんのかな、僕はできないんですけど。でまあ正直に話しまして、艶消しかちゃんとした綺麗なクリアじゃないと僕できないんでつって言ったら、まあクリア入れて仕上げてくれっていう話なので、まあやっていきたいと思います。まあ今日はね、天気もいいので、うん、ただ塗料がまだ届いてないんで、今日のうちにまあサフまでっていう感じで、まあ今から足付けしてやってみるんですけど、そうですね、それでちょうどいいので、まあ、こういう車屋さんのそういう補修の料金、まあ、まちまちですよね。うん、まちまちなんですよ。っていうのが、どのぐらいかかるのか。例えばこれ、ワゴン R っていう車のフェンダーらしいんですけど、この1枚の色を変えてくれって言ったら、どのぐらいの金額でできるのか。やってちょっとその辺をね、動画に撮ってみようと思います。僕もちょっと気になるんですね。まあ仲がいいようなこう通貨の塗装屋さんなんかあったら、こういうの持っていったらね、ああいう1万円ぐらいでやってるよなんていうのもあるんでしょうけどね。正規にお金をいただくとしたら、どのぐらいの時間がかかるのかっていうのをちょっとやってみましょう、今から。はい。ただいま10時29分だから10時半ですね。ここからスタートという形にしたいと思います。ではやっていきます。それでは下準備が終わりました。まあ下準備って言ってもね、ペーパー、今回240番、まず1枚目です。ちょっと錆がね、
あるところもあるので、そういうのはこの間買ったね、新兵器で落としていきます。で、まあやりながらだけど、多分ね、こういう見えなくなっちゃうようなところはね、別にいいと思うんです。この表面だけ、まあ一応足付け しますけどね、全部、うん、とりあえず全体、こういうとこはめんどくせえな、とりあえずやってってみましょう。はい、今足付けと脱脂が終わった状態ですね。で、ここまでで切ってんのかよ、11時10分ですか。で、半から始めたので今40分ぐらいですね。で、ちょっと10分ぐらい休憩取ります。はい、それではちょっと休憩の後、今11時58分、まあ12時ですね、12時からサフ入ります。はい、今塗り終わりました。うん、で、ガンのお掃除まで済まして、まあ約15分ですね。うん、15分で、サフを入れるのが完了しました。さあ、これでちょっと、天日干ししまして、硬化したら足付けに入りたいと思います。まあこんな感じですね。最初の足付け成形からサフまでで、まあ合計で55分、まあ約1時間ぐらい、うん、で、ショートパーツ、まあヤスリがとりあえず今1枚使ってて、で、サフの成形の時にもう1枚使うと思うんですよ。で、シリコンオフと、まあサフ本体、まあサフの中に硬化剤だ、シンナーだっていうのが入って、こういうのがショートパーツっていう感じで僕は請求しますね。なんで、まあ大体今1時間ぐらいと見て、まあ僕時間工賃5000円だとしましょう。で、まあショートパーツ大体これ計算すると、まあ場所とか店によってまちまちなんですけどね、こういうのっていくら請求するか。まあ大体、まあ今回の例で言うと、僕このショートパーツとして請求できるのが大体2000円ぐらい。ん？サフ、そうだね、シンナー、そう、2000円ぐらいですね。まあ、なんで、まあ5000円と2000円合わせて、ここまでで大体7000円ぐらい。で、ここからサフの足付けをやりますよね。これが多分ね、おそらく30分ぐらいで終わると思うんだな。ほんで、塗料があれば、それをまた塗って、で、今回はホワイト塗って、その上からクリアですよね。まあ、その塗る時間と、まあ、このまた、塗料のっていうのが入るので、それで合計金額っていう感じですね。うん。まあ、ダモンで、おそらく、色を入れる、まあ、サフ成形が30分ぐらい。で、色を入れるのが15分。で、15分、まあ、30分ぐらいで、まあ、もう1時間と、で、もう2000円ぐらいっていう感じですよね。なもんで、まあ、大体なんですけど、まあ、今回の場合で僕が、フェンダーの色替えでご請求できる正規な金額っていうのが、まあ、この作業工賃で大体2時間だから1万円ぐらい。で、こっちのショートパーツっていうのは合計で4000円ぐらい。なので、1万4000円ぐらいっていう形になりますね。うん。まあ、安いとこだとね、もっと全然安いと思います。あいよ5000円でやってやるよとかね、7000円ぐらいでいいよとかね、いろいろまちまち。今回は、もし僕が正規の金額であれをやらしてもらった場合、まあ、1万4000円ぐらいになるんじゃないかなっていう計算方式でした。うん。わかりやすいですね。では。